周回動果は総使用植物のトガの一つで、ベゴニアなどを含む、球根性の総本が多い。二属少なくとも二千種がある。葉は、左右非対称、脂肪肝で、果実には三翼があり、種子は1ミリリットルあたり数千粒も、ある微細種子である。旧熱帯、新熱帯双方の亜熱帯から熱帯に広く分布しており、多様性の中心は、アメリカ熱帯である。 二族とするときには、周回道族とハワイに、固有のヒリブランディアにする。五族にするときには他にシンボゴニア、ベゴニエラ、セミビコネラを認める。エペジー植物分類体系では、ウリモクに属する。クロンキスト体系では、スミレモクに属させたが、ウリカもスミレメに属しているので、ウリカとの禁煙性は、エペジー体系と同様である。ベゴニアは、主雑種ができやすく、 色咲きベゴニア、球根ベゴニア、レックスベゴニアなど多彩な栽培品種が作出されている。色咲きベゴニア、球根ベゴニア、小立ち製、ベゴニア、クリスマスベゴニア、レックスベゴニアなど多くの系統がある。植物体には収産を含むため一般には食用にされないが、なぜか、微味なという意味のデリシオーサ、食べられるという意味のエデュレスと種商名がついたものが、 ある、ありがとうございます。